はい、どうも皆さん、こんにちはです。ザ・ロング・ダーク、続きからやっていきます。で、今回はね、前回行ってた湖に、あるね、家の方に行ってきて、いろいろアイテムを回収してきたんですけど、今回は、湖の上にある家はね、あらかた、調べ終わってて、今、管理所にね、いるところなんですけど、まあ、湖に外れたところにね、南口だったか、西口だったか、湖の出口があったんで、そっちの方からね、山の方に行ってみようかなと思いますね。ちょっとね、火をつけてみよう。うん。火をつけるっていうもうね、重要なことだからね、これ。ガマの方もこれ適当に取ったけど、こうやって使えるんだね、加工に。加工っていうのかな、これ。火口かな。加工？うん。燃料が廃材と、杉なんて拾ってたっけ？あ、書籍。廃材が13個もあるから、これでいいね。で、ライターオイルとかあるけど、これだけでつくのかな？どうだろう。火起こしスキル、あ、成功率 50%。火起こしスキルとかっていうのもあるんだね、これ。よし、やろう。お、結構時間かかるけど。さあ、つくのか、これ。うん、ついてるっぽいですね。うん、いいね。この下のね、この、網の間から見えるこの赤い光、え？失敗した？あ、失敗したっぽい。マッチとガマの方の数は、減ってるかな？いや、13個廃材あったから減ってないね。いや、これライターオイルとか灯油とか使わなきゃいけないのかな？ちょっともったいないな。成功率、あ、0%、50%。このアイテムによって成功率が上がったり下がったりするわけか。書籍とか杉だったら 70%。杉が 70% で、廃材が 50% です。書籍が 90% と。書籍、だいぶ、いいね。うん、でもね、残しとこう、やっぱり、こういうのは。乾き。本当にギリギリになったら、体温ゲージってこのゲームあったかな？冷えだよね。冷えはね、なんか大丈夫なんだよ。うん。防寒ボーナスプラス5度で、防風もプラス1度ついてるんでね。でも気温がマイナス5度。体感温度0度っていうのこれ。大丈夫これ。冷えが溜まってきたら、まあ、ここに戻ってきてね、暖炉の前で温まれば大丈夫かなと。いうとこですね。さあ。で、ランタンもね、手に入れて。ランタンは前回、動画の最中に手に入れたかな、多分。で、新しくね、手に入れたものとすると、これですね。拡大鏡。日光が出ている間、点火に使えると。小学校の実験の時、これやったんですよね。黒い紙にこうやった。あれですね。で、狩猟ナイフ。で、これナイフはね、装備して、こう、振ることはできないんですけど、その、鹿をね、倒して、その鹿の死体から肉をね、取るときに狩猟ナイフは使いますね。武器としては使えないです。釣り糸もね、拾ったんで釣りもしたいなと。で、鉄くずもね、集めましたね。なので、このミトンがやたらあるんだけど、これ解体できる。あ、布地にできるわけだ。解体しよう。解体。ほう。こうやってアイテムをまあリサイクルできるわけですね。なるほど、これいいね。うん。そんなとこかな。ちょっと作業台覗いてみようか。何か作れる？あれ？ちょっと待って、ここに釣り糸あるよね。あ、釣り糸こんなとこにあった。何か作れ、お、松明作れる。狼を近づけさせないかもしれないと。ああ、でもこのモード多分狼出てこないんで、どうしようね。松明作りたいね、でも。あ、鉄くず1個あれば、うん、釣り糸作れると。釣り糸と釣り針は作れるんで、あとあれだよね、やっぱり。釣り竿だよね、肝心な。竿は、ここにない？釣り道具。あ、釣り道具かな？違う。針だよね。針と釣り糸。で、針。
違う、糸。で、釣り針と。まあ、釣り竿の本体の部分がないんで、それを、ゲットしたら作ってみよう。さあ、これ。作ってみようか、せっかくなんで。さあ、来た。一回の作成で一本なのかな？二本か。豆腐油残しておいた方がいい気がするんで、こんな感じ。で、松明どれだろう？あ、今のだね。今のだ。これだ。これか。持続時間とかなんかすぐ減っちゃいそうな感じするけど。まあ、とりあえずね、西口、東口だったか南口だったか忘れたけど、湖以外のところにね、行ってみましょう。こっちだね。で、あっちの影の方にね、あるんで、カットします。はい、そんなわけで到着しました。ここですね。この岩の間のここの道です。多分ね、何もないっていうことはないと思うんで、何かしらまた家だったり、洞窟だったりっていうのがあるんじゃないかな。ということで、多分、なんかあるよね。で、ここら辺通過すると、南口だったかっていう表示が出るはずなんだけど、出なかったね。出なかったんだけど。まあ、行こう。さあ、何かしらはあると思うんだよ。あっちの奥の方は岩かな。岩がただあるだけ？あ、なんかある、ほら。白樺だ。あ、うさぎ。道具が必要。あ、手斧じゃないとダメか。ナイフじゃダメだね。なるほどね。ここに白樺があると。覚えといた方がいいね。枝は？取れる？あ、解体できる。おーほー、これいいぞ。解体した。枝木。いいね、いいね、いいね。こうやって集めていこう。オッケーオッケーオッケー。これはあれかな、キャンプファイヤーを作るときに使うんだろうね、多分。よしよしよし。枝木集めて。で、4番だったかで、これだ。置けんのかな？遠すぎます？あ、置けるね。置けるわ、これ。置いてみたいけど、家から離れた時に使いたいよね、やっぱり。今はまだ、全然近い距離なんで。よいしょ。いいね。重さが結構ありそうだけど、大丈夫かな。さあ、所持重量の上限は今どんな感じだろう。結構来ちゃってるな、これ。あと5キロぐらいしか持てないね。そんなとこかな、これ。オープンワールドなんでね、どこまでオープンされてるのか、確かめたいよね。あ、お？これはなんかあるぞ。洞窟か、これ。風を防げてますね。岩の間なんでね。なんにもない。なんかありそうだけど。つららとか取れないか。つらら取っても意味ないか。洞窟ではない。ゲートになってるだけだ。こっちにしとこう。これは取れるかな？取れないか。風防ぎつつだったらどこまででもいけるんじゃないかな。冷えがやっぱり外だと早いね。特に何もないけどずっと道が続いてるね、これ。お？開けてきた。ここも下が平らってことは湖の上だからね、多分。湖っていうかもうこれ川かな。さあ、何にもねえんだけど。何にもねえのが当たり前って言っちゃ当たり前なんだけどね、実際。お。なんか取れそう。昆布みたいのある。猿オガサ来た、これ。ここにあった。やったやってた、これ。これなんかに使うよね、確か。弓矢に使うんだっけ、猿オガサ。枝木はもういいや。猿オガサだ。おっと、あ、トーチ？違う違う違う。猿オガサ。よしよしよし。オッケーオッケー。お！橋かな、あれ。橋あるわ。あっちもなんかある。あー、結構道あるな。
湖の周り、意外と広いね、これね。どこまでオープンされてんのかがそのわかんないんだけどね。さあ、この橋の上は何かあるかな？うん、鹿いるね。実際、鹿は弓矢とかないとやっぱり無理だよね。手斧も、あると思うんですけど、それは触れるのかもね、わかんないんで。どこにあるのかな、手斧。あ、なんか BGM 流れてきたんだけど。え、なんかあるの、ここら辺。え？待って、夜？夜？あ、7時間後じゃん、まだ。全然大丈夫。鉄道橋だ。これあれか。あっち行くと、最初始まったあたりだよね。最初始まったのは確か鉄道の上だったんで。おぉー！あるじゃない。あるところにはあるよ、やっぱり。カーター水力ダム発電所。ほう。カーターっていうのは地名のことかな。さあ。おぉー。いいね。絶対これなんか武器あるでしょ、これ。入ってこう。で、こういうところは暗いと思うんで、ああ、暗いね、やっぱ。で、これで、あ、トーチを起こす方法と、マッチ使っていいんじゃない？いや、でもとりあえずやっぱ、ランタンにしとこうか。ランタン。燃料、いっぱいあるしね。いっぱいなのか、0.79 リットがいっぱいなのかわかんない。あ、あるじゃない。あるじゃない。これでもランタン使い放題、これ。あー、こういうのは解体できるというね。この電源プラグは特に何もないと。電源はつけらんない。あ、クールニット帽。いや、帽子ぐらいは多分、この主人公着てると思うんで。ライトウェイ。I can do this.これは使える。おほう。鹿だ。鹿は行きたくない。まあ、ホラーゲームじゃないからね、こういうの安心して探索できるよね。めっちゃあるな、ここ。すげえ。これやばいな、多分。あ、これすげえ。絶対これあったかいやつだ。これも RPG で言えばもう伝説の装備手に入れたレベルじゃない、これ。乾いていてサクサク。グラノーラバー。あ、グラノーラって最近なんか朝、朝食に、人気、女性に人気の、なんかこう野菜ジュースみたいなね。ちょっと待ってくださいね、今。ちょっと待ってくださいね。あの、鼻水がね、垂れてきた。いや、風邪ひいちゃったんで、実際。皆さんもね、風邪はひかないでほしい。ちょっと今鼻に、ティッシュ突っ込んだ状態でやっていきます。ね、これ、ダメだな。もう持てないな、これ。実際どうし、フールニット帽、これ、下がるし、耐久力もないんで、解体して布地にしよう。布地の重さがどんぐらいかにもよるな、でも。布地軽いのかな？うん。ちょっと装備してない靴とかは、あ、こっち着よう。で、こっち着てたやつを、解体と。うん、いいね。こんな感じで、まあ、リサイクルしつつって感じだね。グローブも上がるやつ、あ、これ 96% もあるね。このカンカンカン音は何なんだ。なんかネズミみたいないんのかな。よしと。ここ拠点にしてもいいね、実際ね。ここ拠点にしちゃおうか、もう。こういうフリーステータとか使ってないやつは布にしてと。まあ、そんなとこかなと。うん。とりあえず大丈夫。いや、2キロちょいくらいしか持てないけど。おっと待てよ。乾きと、飢えと疲れ。疲れきてるな。グラノーラはとりあえず食べよう。美味しいのがね、グラノーラって。飲んだことないんだけど。グラノーラって飲み物だっけ？あれか。シリアルみたいなやつかな、多分。確かそうだった。なんかいろんな豆、カラフルな豆みたいな入ってる。
よくわかんないけども。さあ、これで大丈夫でしょう。うん。テオノが欲しい、やっぱり。浄水タブレット。あ、水を飲むときにこれを入れると。おっと。What have we here? コンテナを開けるのに使える。あ、でもこれ重量相当あるんじゃない?大丈夫?重量ない?今のアイテムも装備することはできないですね。コンテナを開けるときにだけ、使うことができると。いう感じですね。さあ、一個一個見ていこう。処理キャビネット。紙の一つぐらい入っててもいいんじゃない?トーク?おう。これはあったかそうだ。コーヒー缶来た。よしよしよし。丸めた新聞紙。さあ、新聞紙来た。オッケーオッケー。ナイス、新聞紙。で、いやー、重さやばいなー、ちょっと。ここら辺は、あ、暴風ボーナスと、防寒をとりあえず重視していこうか。うん。で、これを解体して、まとめて解体みたいにできればいいんだけどね、これ。こういう防水ベストもね、解体して、どうしようね、やっぱ家だよね。このゲーム家を作ることはできないと思うんで、自分のこういうね、拠点をまず探した方がいいんだよね、多分ね。どうしよう。ここ拠点にしちゃおうかも。あ、金庫。おー、マジで?え、これわかるわけなくね?わかるのこれ。どうやって動かすのこれ。動かし方わかんないよ、これ。あ、これ何?あ、こうやって?十字キーですね。キーボードの十字キーで動かせますね。おっと。あ、こうやって開けんだ。簡単じゃん、じゃあ。これ、ロックカチってなったところで止めればいいんだ。さっきカチってなったよね。どこだ?あ、二十何歩だ。ここら辺だよね。あれ?もう一回こっちの方から行って、ゆっくり。行って開かない。どうやって開けんだ、これ。ここ連打しながらこれ回せばいいんだ。おら、おほん。やっぱ23ぐらいだね。連打。おら、ちょっと待って。これとりあえずやめとこう。書類と、これ取れない。なんかのデータかな。ライフル弾。スナイパーどこにあるんだろう。あ、作業台あるじゃん。ここ拠点にしよう、もう。これ引き出しにね、引き出し空の場合はこうやってしまうことができるんですよ。うん、そうしよう。寝袋持ってた2個。うん。薬とか食べ物系はとりあえず持っておくにしても、寝袋、あー、微妙なとこだな、これ。何を入れておこう。火を起こす、待って、火を起こす場所がどこにあるか確認しとこうか。この建物の中にあんのかな?普通に考えたら建物の中にはないと思うけど。エネルギーバー。お、あー、裁縫道具あった裁縫道具こんなとこで手に入れられんの?風防付きランタンとエネルギーバーと、ちょっと待って、そろそろ重量やばいんじゃない?いやもう、ああ、もうやばいな。何も持てないね、多分。さあ、拠点を決めなければいけません。電源は来てないか?下行ってみる?いや、とりあえず時間も時間だから、ここら辺までに今回しとこうか。ライフル弾あった。うん、そんなとこかなと。寝床はね、寝袋があるんで。大丈夫なんですけど。あ、ロッカー!さっきのアイテムで、開けてみようか。あ、力ずくでいった感じか。何にもないんかい。さあ、ロッカー、これ、あと3つ開けて終わりにしよう。お、ウールソックス。鉄くず。ライフル銃とかないか。急にライフル銃とか。あー、やばいな。左下、重さのゲージが、来てますね。That'll come in handy. ま
待って、なんか画面赤くなってきてない？これ。気のせいかな？あ、気のせいか。そんなとこかな？ここは入り口だよね。うん、火を起こすポイントがないなぁ。4番で、あ、焚き火起こせないか。そんなわけで、とりあえずね、今日の夜は、もう冷えが完全に大丈夫になってるんで、寝てもね、冷えないんで。お、あ、こっち側もなんかある。すげえ。次回もね、ここ探検していけたらと思います。そんなわけで寝袋を敷いて、とりあえず作業台があるんで、ここをね、部屋にしようかなというとこですね。そんなわけで、皆様、お疲れ様でございました。次回の動画もお願いします。おやすみなさい。